こんにちは、つつのこです。集まれ動物の森、続きやっていきましょう。あ、なってたワンハニワ。え？え？これハニワなの？これハニワなの？なんか僕が思ってたハニワじゃねえな、これなんか変なハニワだったなんすかこれは。僕が思ってたのと違いますどうだ、探してきたよ。さすがですね、マスターは。わかりました、だってきっとすぐにでも来てくれるでしょう。ほう、明日一日工事。あ、なるほど、ここにカフェがオープンするみたいな感じか。これ話さなきゃいけなかったさてと、じゃあ今日も仕事に行くべか。よーし、来たぞ。たくみさんに挨拶してきなよ。あら、かわいい子が。あれ、この子なんか僕んとこいなかったっけ。ジュリア、気のせい。今日のお仕事ないですか。こんにちは。今日もいい一日にしましょうね。お仕事する。お仕事します。オッケー誰かいるかな。別荘の売り込みをお願いしたいの。うちはまだ知名度が低いし、千客万来ってわけにもいかないのよね。あなたみたいな才能あふれるスタッフがいるんだもの。遊びに来ている観光客にお声掛けして。別荘、ああ、なるほどね。作りませんか。おはようわあ、なんかすごいいろんなのいっぱいある。これ買ってこうかな。3個ぐらい買っとくか。待ってたよ、今日は営業だね。あっちを見て、いるね。遊びに来てる人たちはあの辺のビーチにいることが多いんだよね。オッケー、わかった。よく見ればわかるはずだよ。こんな風に過ごしたいっていう心の声は隠しきれないものだからね。じゃんじゃんお声掛けして。なんか言ってるぞ。時間を気にせず陶芸できる場所が欲しいぞ。好きな曲を口ずすみながらギターを弾ける部屋が欲しいわ。大好きなお人形に囲まれて過ごせたら幸せだな。よし、君に決めた。匠ライフでお仕事をされてるんですね。実は私、別荘を探してるんです。お聞かせください。よし、来たぞ。作りましょう。それではお世話になりますよ。どれどれ、お人形の館。オッケー、素敵なイメージですね。別荘のロケーションを決めましょう。おすすめか。うちでご用意できる土地は地元の手元の地図でチェックできるわよ。オッケー、どこにしようかな。ほう、なるほど、オッケー。お人形に囲まれてるここにしましょう。こんな場所があるんですね。よし、行きますよ。写真で見るよりずっといいですね。君が選んだロケーション気に入ってもらえてよかったね。部屋の中だけじゃなく庭も整えたいと思うなら外でも模様替えモードが便利だよ。なるほど、外も模様替えできるのか。ほう、あ、ほんとだ、外でもできる。お人形パープル、あ、いいね。お部屋の中もどんぐらいのお部屋かな今回。ほほう、なるほど、これは確定と。すげえ、残っち
ノコッチもできる。あ、壁紙もあれできるんだ。怖すぎでしょ。やば、怖すぎる。やっぱ秋が一番いいかも。お人形といえば秋でしょ。ひどい島ができちまったな、これは。やばい。なんでフラウィーにしちゃったんだろうな、僕。これでどういう評価になるかだな、あとは。できました。ちょっと言いづらいんですけど、家の中のものが多すぎる。怒られるやんけ。怒られた。できました。完成しました。ありがとうございます。さあ来たぞ。評価どうでしょうか。本当にお人形に囲まれた素敵なお部屋でございます。どうですか。お人形の館でございます。最悪だ。全く心が安らがない。どうですか。お人形の戦争をしてるとこです。赤軍と黒軍で。あら、喜んでるね。でもフラウィーにそそのかされてんのかな、みんな。お人形さんたちはどうでしょう。こんな別荘を作っていただけるなんて本当によかった。マジよかったら記念に別荘の写真を撮っていいですよ。喜んで。やべえ、カリスマじゃん僕。お客様、撮影した写真のことなのですが、物件の写真として施工事例の熱カメ、こんなの使っていいの。いいですよ。ありがとうございます。とっておきの一枚を頼むね。カメラアプリをと閉じてお客様に見てもらうんだ。シャッターを切って写真を上書きしないように気をつけてね。オッケー。あ、すごい。本当に着替えできるんだ。めちゃいいじゃんこれ。かわいい。お人形さんになりましょうね、一緒に。これでオッケー。黄色にしようっと僕。よし、撮るぞ。オッケー。どうやってそこ行った。おい、ちょっと待って。そこはどうやって行った。やべ。どう、いい写真撮れましたよ。え、撮れたけど。お客様に見てもらうんだよ。ちょっと待って、客に見せられないやん。どうしようこれ。え、どうしたらいいこれ。やばい。どうやってあそこ行ったのね。ちょっと、え、やばい。え、どうしたらいいこれ。ごめん、お客に見せてあげられなかった。これ中で見せたらいいのか。どうやってあそこ行ったんだよマジで。やべ、やりすぎた。待って、話しかけられない。ちょっと待って。あ、取れました。はい、取れました。あぶねわあ、とっても素敵ですね。この写真を見るたびに今日の感動を思い出せそうです。本当にありがとうございました。ああ、よかった。話しかけられないときどうしようかと思っちゃったよ。おかえり。今日の仕事はどうだった。完璧です。とっても喜んでくれたよ。今日もバッチリだったってわけね。やるー、やったー。6000ポキー。うーし、あの写真をたくみさん見てもらおうよ。
今回作った別荘の写真？素敵じゃない、みんな感覚バグってんな。お客さんに頼まれて撮ったんだけど、施工事例にも使わせてくれるって。本当助かるわ。物件の情報をスマホアプリで管理できるように準備進めてたの。アプリ送るから。おお、いいね。へえ、オッケー。あ、これか。作った別荘の情報を作ったっていうアプリで管理できる。なるほど。登録した。お人形の館。いいですね。たくみライフの施工事例として宣伝なんかに使わせてもらっちゃうわよ。やったぜ。じゃあおしまい。よし。すごー、懐かしい電話があるよこれ。いや高えな、全部全部高えな。これ何、これ。電光掲示板。あ、電光掲示板いいな。買っちゃおう。チャリは？お、安っ、買っちゃおう。なんかまた新しい人来てる。誰だあれ、知らない。今日はこれで終わりましょう。今日も行ってみよう。とツアー行きたいです。同じ歌だったら飛ばしちゃおう。とタンタン。何が聞こえてくるの？夢語りか。大志を抱けよ土の子、少年を大志を抱け。どうにかなるよね。生きてるだけで丸儲け。笑って過ごしましょう。さて、どんなとこかな。ん？崖に鶴が生えてるみてえだな。鶴はああ見えてすんげえ丈夫でな、大人だって登れちまうんだ。へえ、積み立って持って帰って使うってのもありだべ。おお、いいね。積み取ったりもできると。あ、ほんとだ。鶴には丸々虫。これ、基本的に埴輪がいる感じなのかな。まあそうだね。なんかあるかな。なんかトンボいた。なんかレアなトンボじゃないこれ。はい。ん？いたトンボ。他に目星もの全然ないね。あれかな、住人がいるから住人いなくしてから行った方がいいのかな。入りたい。埴輪取っただけだった。さよなら。なんかあの合併のやつでやることあるんすかね。合いの手打っとこ。どうにもなれぬことあるよね。なんだろう。なんだろうな。家に帰るまでが遠足だからな。いいな遠足。あの頃
よくあるな、僕も。なんかいい夢だったらなんかもう一回寝ちゃうよね。もうなんか続き見たくて。で、本当に続き見れたりするからね。楽しいよね、なんか夢って。おーい。はじめましてって、ツチノコさん、今までどこ行ってたの、ごめん。やってなくてごめん。あ、お土産どうぞ。何かしら。はい、これお土産チョコレートだよ。まあ、お土産チョコレートじゃない。嬉しいわ。あなた、リゾートにでも行ってきたの？え、ツチノコさんってリゾート地でお仕事してたのね。素敵じゃない。私もリゾートに行ってみたいわ。今から行ってみる？いいの？私はいつでも OK よ。待って、行くことになったんだけど。え、やめて、ちょっと。あ、こういう風に誘えるんだ。いや、マジかよ。ちょっと待って、有無を言わさずお土産渡したらまた始まるとか。それでは、この続きは次回にて。よかったら、また次回も見てください。それでは、ツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。